4つの先進技術ということをもう少し詳細に説明をいたします。1つ目の先進技術でありますけれども、これは静岡県にはですね、浜松フォトニクスといって光では世界レベルの企業があります。これはオートメーションでレンズを作るのではなくて、まさにその職人技の手作業でですね、レンズを作り、そしてそれはプラズマ発電という分野にも応用されてますが、光の部分、それから、自動車産業をはじめですね、多様なですね、機械産業、輸送機産業があります。その皆さんがやってきたのは、できるだけ効率よくオートメーションで物を動かすこと。でそのオートメーションの技術は自動車だけではなくて、あらゆる産業分野に今出ておりまして、こういった技術、そして、もう当たり前の環境とかですね、農業、こういった分野におきましても最先端の技術が取り入れられています。この研究開発企業とですね、連帯をして共同開発をするということは非常に有意義だろうというふうに考えています。それから次ですけども、品質技術、これも生産現場で当たり前に今使われておりますロボット、それからそのロボットを制御する、あるいはさまざまなその行動、機械の行動を制御するセンサーですね、そういったもの、それから分野違いますけども、健康や介護、これは日本の場合には特に介護保険制度というものはスタートして16年経ちました。さまざまな制度の課題問題ありますけれども、それを次々と克服しながら増え続けるその介護問題、対象者ですね、こういった皆さんが最後まで人間らしく介護を受けながら生活するという仕組みを作ってきました。このソフトの技術分野においてもですね、日中双方が共同して持っているものを合わせながら、そして消費者、対象者のさまざまな要望、要求に応えられるだろうというふうに考えています。それから環境技術ですけれども、これは基本的に例えば PM2.5、 大気であるとか空気であるとか土壌であるとか、そういった技術、この技術レベルは中国ももちろん進んできていますし、それからエネルギー、これエネルギーについては世界共通でいかに CO2 を削減しながら安心で安価な電気を起こすかということ、さらに今度は、できるだけ電気を少ない電気で、物を動かすことができるかということですから、こういった分野においては、持ち駒ですね、私たちがこれだけのものを持っている、これが中国の皆さんのビジネスチャンスになるかどうかというのは、これきちんとマッチングをしながら、そしてさらには政策的な制度変更というものが必要になってくるでしょうから、そういうディスカッションもしながら進めていく。環境問題というのは、日中両国が取り組む最も重要な課題だというふうに思います。そして、最後に経営技術でありますけれども、今牧之原市には、皆さんがですね、たくさん中国の経営者の皆さんが研修に見えられます。その時にトヨタの生産方式であるとか、あるいはスズキの工場であるとか、矢崎さんの構成施設、そういったものを見ると同時に、もう一つは牧之原市が取り組んでます支援学の研修も受けていただきます。なかなかこれ難しい発想なんですが、人は自分を助けてもらいたいと、だけど自分を助けてもらいたいけども、それは自分が何か常日頃皆さんのために一生懸命していれば、自分が困った時にみんなが助けてくる、これは従業員と社長との関係、あるいは企業間同士との関係、こういったものに非常に役立つはずであります。したがって私たちは日本になぜ長寿企業がたくさんあるのかという、その答えとして中国の皆さんに日本の経営を一緒に学んでいただきたい、もちろん中国の皆さんのその経営に対する、パワフルなものは我々も学びたいと思いますけれども、日本の企業がそういったものを持っているということを中国の皆さんに学んでいただいて、そして日本的な経営を一緒になってやる中で、さらにパワフルな強力な会社ができて、世界ビジネスにグローバルに挑戦できるというふうに考えています。